方、平壌の高層ビル群がハリボテだと Google マップで判明。なんと平壌は舞台の大道具だった。こりゃひどすぎる、というかむしろ大笑い。マスコミが伝えた平壌の高層ビル群だが、 Google マップ航空写真で見ると道路から見えるところだけのペラペラのついたてだった。貧乏ちゃまの家じゃないか。風呂の蓋みたい、かつらみたい。建築者はドリフのスタッフ。進撃の巨人の壁じゃん。正面から見るとすごいの。強風で倒れそう。わかりやすい。あんまりピンとこなかったけど、この比較でわかった。いや、これはこれですごいな。構造力学的にかなり危険なことしてないか。風圧とかさ。大道具さんお疲れから、ボン周りが聞こえてきそうだが、漫画のギャグをリアルでやる国。こんなに高いついたて作るの大変だったろうな。超薄型ビル、街自体が撮影セット。これさすがに現地に行ってたジャーナリスト気づいてるだろう。裏に回るの禁止。おそらく規制されて勝手にうろつけない。窓から明かりが漏れることはないんだな。惨めすぎる。台風で倒れそう。かき割り国家。これはこれですげえ。思いついても普通は実行に移せないだろ。W パレードの写真見て高層ビルなんてあんのかと思ってたんだよ。北朝鮮という国を表しているな。キムオールか。すげえな。えらい金のかかるハリボテだこと。よくこんな国力でアメリカと対マンしようと思うもんだが、台風来たらリアル新喜劇が見れるのか。ペラペラなのに風雨で壊れないのか。普通に作った方が早くないか。これぞ一夜女。これには秀吉も苦笑い。かわいそうなことすんなよ。このハリボテさん、4棟作るコストでちゃんと下の1棟は建てれるような。むしろこんなに大きいハリボテを作れることに驚いた。これだけペラペラのものを作れる技術はすごい。屏風みたい。すげえな。ロケランだけで壁ぶち抜けそう。これは高等建築術なのではないか。ハリボテだから失うものがないので捨て身で攻撃してくるわけだよ。逆に怖いんだぞ。でっけえドミノだな。これ倒れないのすごくね。だから外国人を自由に歩かせたり写真を撮らせたりさせないんだよな。無慈悲な Google マップ。平壌は昔から劇場都市って言われてたから驚かない。てか都市型劇場だな、これじゃ。イベントの時だけ住民がいる。日常は電気水道ガスも停止。そんなとこですな。さすがコント民族。貧乏ちゃまスタイル嫌いじゃないで。こんなの作るなら普通に建てた方が楽じゃないか。これどうせなら上の屋根も作ればよかったのに。そうすれば現地に行かない限りバレなかったのに。これは恥ずかしい。この国悲惨すぎるな。ミサイルもハリボテかもな。住民にバレるも何も。平壌に住めるのはショーウィンドウ効果を狙った地上の楽園劇場の役者だけじゃん。北朝鮮に震度5くらいの地震来ないかな。マスゴミがこれ報じなかったらそういうことだな。平壌だよ。全員集合かな。昭和の漫画屋がな。秘宝、平壌の都市計画責任者 Google Earth の存在を知らなかった。代わりにでかい壁の仕事でも与えてやれよ。これ北崩壊したら観光地というか観賞地として世界中から殺到するだろうな。見せ物としては世界一間違いない。建物そのものがハリボテだぞ。上層階は外壁がベニヤ板で室内は空洞だから。なんこれ面白い。これはある意味すごい。これでは爆撃する価値すらあるのか。怪しい。いや怪しい。かっこ笑い。まさかドミノのようにパタパタ倒すために爆弾を浪費するわけにはいかないだろう。もしこのことをその場で口に出したり国外でバラしたなら政治犯収容所に送られる運命が待っていたのだろうね。よく倒れないなこれ。
キム、100階建てビルを6ヶ月で作る。できなければ犬の餌にする。目抜き通りから車で3分走れば畑。信用が完全に地に落ちるね。なんということでしょう。匠の手により見事なまでに豪華な屏風が完成です。誰も呼べなかった平壌もこれなら安心して世界各国のマスゴミを呼ぶことができますね。戦争の時兵器を隠して守る壁になるように作ってるんじゃねえの。先代のキム・ジョンイルは映画大好き人間だったからな。こんな大道具的な発想が浮かんだろう。裸の王様である事実、